人。前回、効果的なあぐら足腹筋、たったの5回というメニューをアップしました。結構皆さん何日か続けて、だいぶできるようになったよって方が増えてきました。今回、たった7回のバージョンアップメニューになります。姿勢が良くなって、筋肉のバランスが良くなって、お腹をへこませる力がついて、今よりもお腹が確実にへこみます。お腹の脂肪を取りながら、へこませる力、身につけていきましょう。まずは、うつ伏せの状態から、脇の下に手をついて、お腹、腰、伸ばします。スタート。まず今から使う筋肉を縮めて伸ばしてすることで、そこの筋肉のウォームアップが完了します。いきなりやるとね、どうしても筋肉が硬かったりすると力入らないので、しっかり伸ばして腹筋メニューに入ります。それでは上を向いて寝ましょう。両膝を抱えてお腹をへこませます。スタート。できれば上半身も起こして丸くなりましょう。首疲れるよって方は寝て、さらに足を抱えましょう。腰が丸くならないとお腹に力が入りませんから、しっかり腰を伸ばしましょう。それではあぐら7回ずついきましょう。まずは足を組んで、手でスネを持って軽く引き寄せる感じで7回ずつです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、反対も一緒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、足を抱えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対も一緒です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対足です。今度は足を左右に振りましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対足も一緒です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
Switch。 OK、 反対足です。腹筋上部使っていきましょう。体を起こしたら足をタッチいきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、反対足も行きましょう。足入れ替えます。今度は足を上に上げて高い位置にタッチいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、反対も同じようにいきましょう。1、2、3、うおー、きつくなってきた。5、6、みんな頑張れ。7、OK、 肘をついて上体少し起こして足を動かしましょう。1、2、3、うわー、4、5、効いてる。6、7、 OK。 あー、ラスト、肘をついて起きたら足を前回し、イートを巻き巻きします。前後ろ7秒ずついきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、反対回し。1、2、3、4、5、6、7、うわー、 OK。 最後、使ったお腹伸ばしましょう。上体反らし、スタート。うわー、しっかり縮めたんでね、多分伸ばしたら結構痛いと思います。ただこれ伸ばしておかないと激痛がね、次の日来ますから、しっかり伸ばして。5回から2回増えるだけでえらい違いだな。OK。 最後までできた方、お疲れ様でした。グッドボタンとコメントで感想を教えてください。やった日はコメント残してください。